我已经尝过太多失败的滋味了，所以我想赢到最后。RNG, if you ask enough people, someone will say they are a favorite to win the tournament. 我觉得世界赛的话，我们比 RNG 准备的更好，所以我们会赢。A lot of people doubting EDG despite the fact that they were the LPL champions. 我感觉这次跟之前打的感觉不一样吧。我们的目标只有一个。全球总决赛冠军。我们了解 EDG， 我们知道他们的弱点。我们五个队员不管是私下还是游戏内，就是沟通什么都非常的融洽吧。然后每个人也都可以在游戏中扮演输出位、扮演 C 位以及牺牲位。我觉得 RNG 现在弱点的话，就是可能战术比较单一，我觉得就是要准备多套阵容吧，我觉得比较无。然后。或者说是 BP 的应对也是这样。我们的目标还没有完成，所以在这次比赛中我们会战胜 EDG。The damage is in. Kryn finds that kill. But Kryn has Sixonia. Oh, the flash! That is huge. RNG 是非常擅长 BO5， 我们会想尽一切办法去赢下对手。RNG continue to look like heavy favorite. 我们会击败 EDG。This EDG feels different. 捧杯者非 EDG 莫属。The LPL's got a deep roster of talent here in the league. 我们要征服的不只是 LPL， 而是整个世界。RNG 的统治今天将画上句点。It all leads to this.掴むか、散るか。Une nouvelle ère approche. Sandy, 你的传奇。皆様こんばんは。ワールズ2021ノックアウトステージ Day2 の模様をお送りいたします。次回戦はサイゼス、解説にはレバルさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、というわけでまもなくロイヤルネバーギブアップ VS エドワードゲーミング、こちらの試合の模様が行われますが、レバルさん、はい、LPL 対決ということで、この試合なんかレバルさんが解説したいって伺ったんですけど、クォーターファイナルどうします、日程という質問に対して、ただ僕一人だけが、6人中僕だけが、はい、要望伝えてましたね。他の方は謙虚に、はい、どこでも大丈夫です、どの試合でもやりますみたいな感じですよ。僕だけこの試合やらせてくださいと。俺毎年言ってるんですけど、今年は言わなかったんですけどね。まさか言うとはとちょっといやでもやっぱり、ね、僕としては、うん、はいはい、この2チームの夏の BO5 を見たかったんですよ。ああ、なるほどね、なるほどね。なんかちょっと消化不良な形で LPL とサーマーのプレーオフ終わってしまいましたから、もちろん EDG vs FPX の対決というのはとても素晴らしいものではあったものの、まあまあ、やっぱりこの2チームの対決がまあ一番ちょっと楽しみにしていた部分もあったので、いや LPL 内で見れなかったからこそ、そうですね、こう完成した形で、まあ、WCS で見れるというところが非常に楽しみですね、はい、その上でどういったこう展開というか予想をされてるんですか、今の段階では。今の段階でいうと、ボットは非常に高いレベルで競ってるかな、うん、ただ EDG の方が若干上かなという感じがするんですが、はいはい、ただそのグループ B での戦いを見ると、その T1 のグマヨシケリアのボットデュオに対して EDG のボットデュオバイパーメイクはちょっと負けてしまった部分もあるので、そこはすごく気になっているのと、トップレーンはやっぱりシャオフ飛び道具ありますからね。確かにシンドラトップなんていうのがありますが、いやまだあるかもしれないですよ。このエビ選手がその日本に帰ってきて、はい、WCS でトップレーンで使われたチャンピオンを全部やって、それでこう YouTube で
どこの試合公開しますみたいなこと言ってたんですけど、はい、シンドラどうしようみたいなことをおっしゃってましたからね。シンドラとオリアナもひょっとしたら出てきたら面白いですね。面白いですけどね。じゃあもうシャオフーにはもうせっかくなんで、エビス選手が困るチャンピオンをいっぱい出してもらうと。そうですね、いうのも期待しますか。期待したいですね。トップリサンドラとかいいですね。まあ過去使われたことありますから、トップリサンドラ。確かに確かに。あとはミッドレーンのところで言うと、やっぱりスカウト選手が今大会かなり充実している。あ、一方でクライン選手がちょっと TF とガリオだけなのかなというところで、ちょっとチャンピオンプールの狭さが気になります。ちょっとソロ級の練習のデータ見てもあまりこう様々なチャンピオン触ってないので、そこはすごく気になるポイントですね。あとグループステージでのちょっとパフォーマンスもね、うん、上ブレ下ブレというのがちょっと頻繁に起こってたのがマクラインでしたから、そこがどれだけも安定しているか。結構日にちも空きましたし、選手たちもかなりリフレッシュできたでしょうから、まずは大事なこの1戦目見ていきたいと思います。ブルーサイド EDG、 そしてレッドサイドが RNG となっております。 RNG がまあグループ1位抜けしたというところまで、サイドの選択権を持っているんですが、レッドサイドを選択したと。ここはちょっと面白いですね。レッドサイドを選択する利点ってレベルさんどこにあるんですか。やはりそのファーストピックこそ渡してしまうものの、開始の2ピックで強いボットリを取れるとか、あとはソロレーンに対するカウンターピックというところが大きなメリットになると思いますね。まあ、そのあたりをじゃあ狙ってレッド選択と。そうなってますね。そして面白いのが EDG グラガスバンしましたね。そして RNG サイドから TF バン、はい、これでクラインの得意なミッドのピック2つ消えましたね。どうするんですかね。これはあとはルブランですかね、残っているのは。でもこれ RNG からするとツイステッドウェイトバンしないともうファーストピックで取り上げですもんね。間違いないと思いますね。仕方なしというべきなんでしょうね。おお、ボットかなりこれケアしてるってことですか EDG。 グラガスってこれジャングルもいけますけど、トップもいけますけど、確かにサポートも影響力高いっちゃう。そうですね、3レーンのフレックスになります。シャオフ、ウェイ、ミンのフリップフレックスで、特にウェイなんかはグラガス練習してましたから、そこのところも分析してバーになります。これでジャーバンかルシアン開きますね。確かに、おお、開きましたね。両方ですか。ジャーバン、ルシアンオープン。ルシアンファーストピックから、なんかルシアンを相当練習してるって聞いたんですけど。そうですね、両方ともボットリオがルシアンをかなりスパムして練習している。さらには両サポートともに波を練習しているというソロキのデータがあったので、まあここを取り合いだろうなと。ただそれもルシアン波といったところに対して、まあ、EDG トップレーンでフランドールもルシアン使えはするんですけども、やはりバイパーメイコが使った方が強いというところもあるので、ルシアン波といったところを、まあ、想定しているに対して、アフェリオスで対応すると。お、ライズですか。これ、おー、ライズソプロックですね。まあでもこれ波を選択してボットルシアンとの組み合わせとなると、アフェリオスとやりますかね、ルル。その可能性ありますよね。 T1 が見せた回答、それで、まあ、ボットリオのところで上回ってるのが今のところ T1 しか見てて、はい、他のチームはまあ、結構ドラフトのところでやらないんですよね。ルシアン並みもしくはアフェルルといったところやらずにというところは、やっぱりちょっとあそこまでの完成度まで仕上げられてないのかなという感じがします。そしてやはり、取りますね。これでミッドのクラインに対するガンクプレッシャーがとてつもなく高くなりましたね。まあ、あと合わせられるチャンピオンを抑えられるかですか EDG は。そうですね、ただこれだけでそのミッドレーンのスカウト VS クラインのマッチアップで、正直かなり EDG がスカウトが有利になっていますから、このジャーバンを抑えられるチャンピオンを抑えたいところですが、ボットリオ負けたくないのでルルかなとも思ったんですが、信者を、ちょっとウィンレートがね急激に落ちてきたんですよね。ずっと勝てない試合が続いて 34% まで、一時期は 48% ウィンレートあったんですが、プレインでは結構勝ってましたしね、はい、ただやはりそのミッドに対するガンクプレッシャーの低さ、あとはそのダイブをするのはとても強いんですけど、やっぱりこのレベルになるとダイブウェーブのコントロールが本当に高いレベルで崩したりといったところで、非常に駆け引きが鋭いので、なかなかこう新ジャオが活躍できるシーンがないとなると、その新ジャオの逃げ性能の低さが逆にこう狙われてしまっているというところが結構目立ちますよね。まあ、うまく囲って孤立させちゃうみたいなのがやっぱ起きちゃうわけですね。そうなりますね。
さあバンフェンス、そう OP チャンピオンがいっぱい空いてるんですよ。グレイブスも空いてますし、イレリアも空いてるんですよ、うん、おルルバンした、いやさせたというべきなんでしょうか。イレリアに関しては EDG が、まあ、フランドールも使うとも練習してましたね。 RNG はしかもライズ取ってることを考えるとイレリア消しておきたいのはずですけどね、ここでイレリアもバンしないとなると、おーバンしませんね。おー強い、自信がある、もしか取ってこない、そういうことなんですね。これはそのルシアンのアルティメットからのポークプラスゾイのポークというところの、あーポーク構成というのをかなり RNG としては嫌った形になってますね。さあラストバン EDG、 スレッシュですか、アフリオスの相方。そうですね、一番わかりやすいですよね、バンするならスレッシュバン。さあここからピックフェーズ2に入ります。まあ、トップはカウンターピック当てたいでしょうから、サポートでここを抑えるとすればブラウムかレオナか。うお強気、うーん正直勝てないですけどね。まあ見ましたからね実際、はい、ワールズでこのマッチアップ、あのダメージのトレードが成立しないという、はい、となるとボトム 2v2 のところでキルを狙う場合はジャングラーがいる、であるいないのであれば他のレーンでミンは動いていく。ミンはロームとても得意なプレイヤーですから、あマッププレッシャー、ロームでマッププレッシャー作り出してというところが狙いのようですね。なんかイメージだとやっぱノーチュラスって波柔らかいんで捕まえたら勝ちかなみたいな思いますけど、勝てないんですよね。うわそして面白いチャンピオン出ましたね、マルトハール、ライズのカウンターのマルトハール、はあ。そしてジェイス先出し、まあ、グレープすいませんからね。それに対してシャオフーとしては、まあ、カミールかグウェンかというようなかなり強気なピックがスタンダードでありますが、どちらでも合いますね。ただいきなりここで何か出してきますかね、シンドラ出すのか、いやイレリアですか、普通でしたね。いやまあでもちょっと強気なピックでありますよね。あ確かに、まあオールレン勝っていくよっていうような、なんかお互いのドラフトですね。そうですね、ただやはり RNG としては肘はかなりちょっとトップレーンに肘を置いたドラフトになっていると。一方で EDG は、まあ、全レーンに対して、ガンクプレッシャー高く、本当に序盤からゴールのリードをどんどん広げていくような狙いの構成になってますね。そうなるとどこが大事になってくるんですかね。まずはレベル1のところで、ジャーバンのスタート位置というのは、互いに、まあ、ジャーバンと新庄のスタート位置は確認していきたいと。そこからのジャングルのルートを予測しながらカウンターを構築していくわけですけど、ただジャーバンってレベル2のミッドガンクがありますから、どうしてもそのミッドレーンを抑え込まれてしまうんですよね RNG は。なのでEDG としてはミッドのプッシュの主導権といったところをマルドハールで早い段階から取りつつ、ミッドを中心にマップ全体にプレッシャーかけていくというのがまずは序盤の狙いになると思いますね。でもライズからしたらマルドハールの虫ってすごい美味しいというか、追加ゴールドぐらいの感覚で食べるじゃないですか EQ 使って。そうですね、でもそれでもマルドハールがそのライズのカウンターと言われている要因はどこにある。やはりその何といっても Q のサイレンス、 AOE サイレンス、 はいはい、あとはアルティメット、この2つですね。あもうとにかく足さえ止めちゃえばいいみたいな、うん、そうですね、やはりこうレンジ内にライズは入らなければ、レンジも特別特に E のレンジが長いわけではないので、マルドハルからすると、まあ、狙いやすい対象になりますね。なるほど、さあどちらが勝つのか、レボルさんが見たかったと言っていたこのマッチアップです。皆様、ワールズ2021ノックアウトステージ Day2 ゲーム1、ロイヤルネバーギブアップ VS エドワードゲーミングの試合スタートです。メイコ電撃ではありません、ガーディアンです。おー本当ですね、電撃の強さは彼はもちろん分かっていると思います。その上で今回のこの1戦目はガーディアンの方がいいと判断したというのはちょっと面白いですね。ちょっと守備的、うん、そしてガラがリーサルテンプ征服者じゃないですよってことはレイトゲーム、考えてますね。あとは解放の魔導書を選択しています、スカウト。ただ、ミニオン救出装置は選択せずですね、始まりのストップウォッチ選択。
そしてジャーバンがトップレーンのところのレーンワードを置いてという形でやはりフランドールのレーニングというのはアシストしていきたいと、まあ、真っ先にそのボットサイドからスタートして、まあ、ミッドにプレッシャーをかけるかどうかは別としてレベル3でトップサイドに、ポジションを取るようなジャーバンのジャングルのスタートになってますから、まあ、イレリアに対してのガンク決めていきたいと。あ、しかも隠しましたねこれ JJ のスタート位置。本当ですね、ノーリッシュですね。一方で RMG もリッシュなしですね。ああ、本当ですね。シャオフがリッシュしませんでしたね。もうスマイトまで使ってちょっと早めに回ろうというような。これレッド、ラプター、グロンプの最速レベル3ルートという可能性もなくはないですけど、なんかフランドールが相当強気ですから結構トップサイドに肘を置きますか。狙いそうですね。ああ、グロンプにピン鳴らしてますね。これだと本当にトップのそのウェーブの構築、ダイブウェーブのタイミングとトップガンクのタイミングが合いますね。そのために動いてるようにしか見えないですね。だってフランドールも今これマップ上には映ってないですけど、ミニマップ上で見ると完全にウェーブ止めてますよね。これ止めてますね。ほとんどオートアタックせずに、ああもうミニオン大量に溜まっています。これで次のウェーブがもうワンウェーブ来てタワーに処理されなければ理想系の形なんですが、公営ミニオンはどうでしょう。タワーレンジに入ったでしょうか。これだと入らなそうですね。あ、でもブルバフに邪魔は触りましたね。あー、本当ですね。さっきのウェーブと次のキャノンウェーブがね、いい感じに合えばレベル3ダイブのウェーブなんですけど、クライン相当警戒してラプターのチェックは行いましたが、まあ、ただこのプレッシャーというのはかなり RNG トップサイドに対してかかっているのは間違いないですよね。で、まあ、その代わりボットが手薄になるところをしっかりとワードをリバーのところに置いて、まあ、カバーしようとしてますが、まあ、相当セーフティーに EDG 動いてますし、ミンの動きから見てもまあウェイがボットサイドに来るだろうなと。スクライアーブルームでワードを破壊、ジェジェをそれを見てリコールです。プレッシャーかけるだけかけてという形で、やはりこうマップ全体に EDG は序盤から圧力をかけていきたいというのが伺えるスタートになってますね。それに対して RNG としては何としても JJ のポジションを把握してカウンターガンク、もしくは先手を取ってのガンク考えていきたいと。おお、ウェイしつこいぞ。お、ただこれもう当たるんじゃないか。おお、ワード置いてのリコールになりました。これカウンターもただ狙いそうなポジションではありますが、 JJ がここに入ります。さあ見つけました。ウェイちょっとリコールタイミング遅れましたけど、ワードで JJ の位置を確認することに成功している。しかもそのワードの策をここまで我慢して使わずに2つ相手のジャングルに置きましたね。これこの後どこにどう行くかっていうのがちょっと丸見えですもんね。丸見えですね。そして丸見えであることは JJ 予想はなかなか難しそうですが、なのでここまでミンが強気です。ミニオンウェイもしっかりとガラがリセットをかけて一つのワードを破壊することはできましたが、赤トリンケット使った場所を見ても消せてないですね。把握はできてないようですね。スカウトとしてはもうちょっと我慢してアイテムの購入備えたいところなんですが、おっとシャオフちょっとタワーダメージ一発もらいましたが、ここはミニオンに救われます。まあ予定通りと。そうですね、ここからミンのロームがゲームを動かす一つ RNG としては鍵になりますから、ここからミンがどう動くかですね。ドラゴンをすぐさま両チームとも触るという構成でもないので、確かにとにかく RNG は少数戦で崩していきたいというような構成でもありますし、あ、先ほどのワードを使って何かアクションを起こそうというようなミンの動き、コントロールワードは2つ延長しに入るんですかね。そのようですね。さらにはこう波が一人で取りに来たところに対してプレッシャーかけていきたいと。ですからミッドからボットにかけての視界のアドバンテージというのをミンとしては維持しておきたいというような動きでしたね。あ、ここはちょっとタイミングが悪く合いませんでした。おお、触る。ウェイはレベル5でドラゴンに触ります。結構リスクありますけどね、ドラゴン勝ってるタイミングでトップレーン、アイデンカがトップレーンに行ったら、あ、JJ はでもジャングル内ケアしてますね。どこにいるかわからないと。さあこれでドラゴンのコールが流れて触っていたのに気づきます EDG。 ファーストドレイク獲得は RNG、 そのコールを見てガラに仕掛ける。
からおっとバーブルヒット、メイコの打ち上げが入りますがミンのカバーです。ここはガラエグゾースを使っての対応となりました。いいバブルでしたが、ちょっとやっぱり常にこうミニオンを押し付けられてるというシーンが続いてますね。 EDG はそうですね、ボットのところの主導権というのが、まあ、こう新庄のガンクプレッシャー、さらにはノーチャースのガンクセットアップの能力の高さといったところの2点でバイパーメイクを押し切れてないというところが続いてますね。EDG としてはちょっとそこを取り返したいというような動きにはなってますが、ただ RNG としてはドラゴンフリーで獲得できてカウンターも特にされませんでしたから順調な出だしにはなりそうですが、さあそして気づけば400ゴールドの差一体どこで出てるのかなと思って今見てみてるんですけど、 ADC で200ゴールド差あるんですよね。おーキャノンのひょっとしたらウェーブ関係で落としてる可能性がありますね。ありますね、 CS はほとんどないですからね。そうなんですよ、でも200ゴールドって大きいですもんね。かなり大きいですね。キャノン3つぐらい落としたってことですか、もしくはプレッシャーで落とさせられた、その可能性ありますよね。ガンクプレッシャーをかなり EDG ボットデュオ受けてましたから、ただ今回は逆にメインのポジションを EDG が把握しているタイミングです。ここの情報をうまく活かしていきたいと。さあそのウェイは現在トップサイドにいるというのが、まあワードを壊したことで分かってはいますが、そのままオラクルレンズを増して、うーん、あ、ただなるほど、コントロールワード、ただトップレーンにいるはずなのにそれでも仕掛けていく。これでメイコのフラッシュがダウンです。いや、ミンとガラの素晴らしいプレッシャー、そしてトップサイドにいたウェイがいたはずなんですが、フランドールはこの場面でまた仕掛ける。ジャングラーが何でしょうね、不利な方向のところでレーナーが仕掛けてますね。おっとジージューのカバー、スカウトが寄ってくるがクライン、そして前に出ていく。いや、ただドラゴンストライクから、しかもマルズハールのアルティメット、身動き取れない。ウェイはここはフラッシュアウト、ただフランドル、あー、なんということだ、三日月総主さえなければなんですが、それでも強引にフラッシュを使ってのファーストブラッド獲得、フランドールが取りました。ここのところはウェイ助かったかなともちょっと思ったんですが、やはりそのマルザハールの高速能力の高さ、バースの合わせやすさといったところを非常にうまく活かしましたね。おっと日曜ソース、うわ、避けた、止めようとしたらフックはしっかりとバイパー避けています。ミンもこれで6、ガル6、今度は反転がありそうだ。トップレーンではシャオフーが勝つのか、あー、シャオフーがソロキル、このソロキルは大きいですね。これからシャオフーに対してフランドのプレッシャーがなくなりますから、バブルを当て、オートドク一発、さあ、これで殴れればスローがつく、爆雷走るのディスエンゲージ、チャクラムがたわってるので突っ込むのが怖いバイパー、ここはいきません。ただトップレーンのソロキルによってウェイがこれでヘラルド触れますね。先ほどのアクションでミンのフラッシュが落ちています。フランドール先ほど1キル取った後にリコールしなかったんですね。そのようですね、これまあ見えてたんですよね、ただマルザハールが分からなかったと。ああ、これ見えてないですね、見えてないですね。さらにはサイレンスでクレインがダメージ出せてないですね。ここで EQ を追ってアルティメットでかわされてしまったので、ライズのアルティメットでうまく逃げれるかなと思ったんですが、これなんでしっかりとフラッシュ使ってと。トップのウェーブ押し込まれていたというところもあったので、ウェーブ状況をリセットしたかったというようなフランドルの判断でしたが、そこを容赦なくシャオフとしては狙って、ソロキルにつなげましたね。ただリプレイの間にリフトヘラルドを獲得したのは RNG、 ウェイが取っています。これトップで出してもいいですが、ちょっとボットレーンの状況も結構いいですよね、 RNG はね、かなりいいですよね。あとはまあドラゴンを早めに抑えたということを考えると、セカンドドラゴンのタイミングに合わせてミッドレーンでという選択肢もありますね。一方で EDG としてはちょっとまあ仕掛けづらくなりますね。カウンターでヘラルドを逆サイドで栄称されてしまうと、それだけでこうタワーを破壊されてしまう危険性もありますから。あ、ただそれでもいけますか、もう何でしょう、これ使われること前提ですよね。前提ですね。さあ JJ からフラッシュはありました、ドラゴンスライドノーカップ、サイレンスから、さあしっかりネザーグラスプ、タワーダメージをもらいながらスカウト生存、あー、ただ相打ちに持っていったシャオフ、素晴らしいプレー。
もうこれカウンターでボットサイドでヘラルド A 勝ですね。11トレードに持ち込みましたシャウフ。フランドールのテレポートはあと少しで上がりますが、今はまだクールダウン中です。全部もしくは4枚は持っていきたいか。いや、これ全部いけると思いますが、ファーストタワーを狙っているのはフランドール。トップレーン必死で殴ってはいますが、さあまずは2枚取ってドラゴンまで取ろうという3段です。 RNG さあ4枚、これで全て抑えられますね。最後の1枚はちょっと硬いですが、しっかりと破壊してファーストタワー獲得は RNG。 ガラにローカルゴールドが入る。そしてセカンドドラゴン、クラウドドレイク獲得。折り返しのトップレーンはタワープレート4枚でフランドールは諦めました。タワー折り切れないという判断です。先ほどのリプレイ、ここのところ、まあ、W ですね、イリリアの W をうまくシャオフとしては生かしましたね。ダメージいいですかね。そうですね、最後多分スカウトがデッドしちゃうので切ったらジージェに行っちゃったっていう、うん、あとはまあトップレーンのところでソロキルしてゴアドリンカーが先にできていたという点は本当に大きかったですね、うん、まあでもおっしゃった通りダブルの優勝が間に合ってたのが、うん、まあ一番大きかったですね、うん、ダメージカット結構おかしな数字ですからね。これで状況的にはかなり RNG としては戦いやすい形になってます。シャフはしっかりと育ってますし、ガラもゴールドアドバンテージ作れてますからね、一方で ADG としてはちょっとマッププレッシャーをかけきれてないと。あ、バイパーちょっと悩みましたけどクラーケンスレアにしましたね。あ、よりダメージ最初ちょっとゲイルフォース買ってたんですけど、買い替えましたね。でもブリンク欲しいような気もしますけどね、この相手だと。そうですね、あった方が良さそうだなと思いますが。さあ RNG はトップレインへ。カウンターはイレリア、あ、寄ってきていますね。 ADG も寄ってきています。マルドハールのテレポートはありますが、さあどうする。まずはショックブラスト、んー、ここ当たらない。パワープレートだけ取って満足です。 RNG 一旦下がります。そしてクラインがボットレーンからミッドレーンへスライド。この間にスカウトはちょっとレーンが押していない。クルーグに触っているか。かなり RNG の方が、まあ、オブジェクトを狙う動き、さらにはそのための準備のワーディングといったところが非常にうまく決まっていると。それによってほとんどリスクなく、ゴールドを獲得できているというのが、まあ、非常にうまくできているなという感じしますよね。今のローテーションも先手を取ったからこそ、まあ、有利に運べたシーンですよね。そうなりますね。さらにはミッド周りのところのディープワードもうまく置いて敵がどう反応しようとしているのかといったところも分かってますからね。さあトップレーンのタワーを狙っています RNG。 おっと JJW こんにちは状態ですが、欲しいのはこのスカトルです。もうほぼほぼナーフが決まったスカトルではありません現在ワールズでは、まあ、とっても現役中とギリギリまで耐えて時間を稼ぎながら反対サイドでというところなんですが、 ETG は動けないですね。反対サイドもこれシャオフが完全に抑えちゃってトップサイド守るしかない状態になってますか。こういう状況になると RNG が一方的にプレッシャーをかけられるので RNG の有利というのは崩れないですね。テレポートによるアクションで何か変えるかなともちょっと思っていたんですが、なかなかスカウトは行わない、まあ、ミシックのアイテムの可能性もあってるのかなという感じしますね。あ、これテレポート、お、レーンチェンジしますね。スカウトがトップレーン、まあ、プレッシャーを受けているサイドにあのパッシブが強力なマルズハールを置く方がいいと、安全であるという判断でもあるようですね。だそうなるとジェイスとイリアのマッチアップがボットレーンで始まってしまうと、またシャオフがソロキルを狙いますよね。狙いますね。ただこのタイミングようやくトップレーンプッシュしてポジションアドバンテージ EDG 握れてますから、圧をかけてこれ一つテンポを取り返していきたいと。
ただウェイがしっかり守ってるんですよ。 JJ の位置把握、バイパーが入ってくるのもウェイが見た。コントロールワードまで落ちて、そして先手を取りに行く。プラッシュインからのバックライ発射、バイパーは逃げてからの2丁走車。ただここで三日月走車ワープポータルで入ってきたところはしっかりバブル当てている。クライン、それでもダメージを出していく。そして先に1キルを取ったのは RNG。 後ろからはショックブラスト、フランドル、いいダメージは出ていますが、ガラがしっかり見ています。コントロールワードまで置かれたので、ここは一旦下がりました。今のところウェイが本当に素晴らしい働きしましたし、ルシアンのアルティメットのダメージを新庄のアルティメットでほとんど無効化したというところが大きかったですね。いや、分断からエンゲージ全部やりましたよ、ウェイが完璧に行いましたね。に対してジェージがちょっと飛び込んでしまった。ここはちょっとリプレイで確認しましょうか。このアルティメットで入っていけないかなともちょっと思ってたんですが、スカウトが何もさせてもらえてないというところもありますが、地形的に ETG がかなり不利だなという展開でもありましたね。でもまあ味方を助けるために行かざるを得なかったと。そう、おっと、おっと、ネザーグラスプ、ブッシュから出てきてそのまま1キル獲得。ただ月光の祈り、グラビタムーン、いやー3人にスネアが入る。そしてウェイが突っ込んでのフラッシュアウト、ここに入ってくるのはシャオフー、2キル獲得、RNG まだ続く、JJ も取ってこれで3キル。いや、バイパーに月光のヨネが入った、グラビタムのアルティメットが入ったというのが本当に大きかったですね。完璧なカウンターになりました。あそこで下がらないんですもんね。うん、反転いけるとシャオフのポジションも良かったというところもありますね。さあ一気に人数差があるこの時間でミッドタワーを狙いに行きます。ドラゴンも3つ目、次を取れば RNG オーシャンソウル獲得となります。あとこれセカンドのヘラルド狙いはしますけど、まあ無理はしないですね。ゴールドの獲得かなりあったでしょうし、さあリプレイ、これちょっと近くにこれだけ人数がいるとはっていうのがありましたかね。そうですね、あとはまあクラインのエバーフロストによる拘束がちょっと想定外だったような感じがありますね。 あれがなければ逃げ切れていたと。ここはうまく反応しましたね、 RNG。 ねえ、いや思わず叫んでますね。叫んでましたね。いや、クライン、ラストチームファイト2700、それでもスカートもやっぱりダメージは出ています、1800。ちょっとバイパーがやっぱりウェイの信者がちょっと刺さりすぎててダメージ出しづらいと。そうですね、いうのが続いてるでしょうか。本来この構成だと、まあ、オールインというよりもそのルシアのアルティメットとジェイスのポークで体力を削ってという睨み合いやりたいんですけど、ちょっとこれだけドラゴンのアドバンテージ取られてしまうと今後難しくなりますね。ああ、確かに確かに、睨み合って信者のアルティメット使わせたいですもんね。そうですね、個人金額が現在画面下表示されていましたが、ミッド ADC のところで差がありました。トップレーンではフランドールもゴールドかなり抱えてはいましたが、この2000ゴールドで、マナムネの完成というのはできると思いますね。いや、でも問題はオーシャンソウル、もう EDG からすると先にポジションのアドバンテージを取らないといけない状態になったと。そうなります。しかしそうなるとやはり波が難しいですね。あ、波というチャンピオンは視界を獲得していくことが、まあ、得意なチャンピオンではないですから。いや、もうそこは信者じゃないですね、ジャーバンに旗を置いてもらいましょう。それしかないですね本当にそれしかないですね。ジャーバンからするとでもあれなんですよね、旗で視界取るのって仕方ないから取ってるだけで本当はやりたくない行為なんですよね。逃げれなくなりますからね、はい、ま、でもまあストップウォッチこれだけ EDG ありますから、まあ、どこかでやはりファイトして取り返していくという考えはあると思いますね。まあ、帝国の司令もメイクできましたから、よりポークの能力もこれで上がりますし、まあ、ここからバイパーが日曜走者ひたすらミッドレーンで当てるというようなフランドール狙い。ただミニオンがこのウェーブできた、お構いなしに爆雷発射、パワーダメージを受け持ってきっちりスリーマンダイブ決めていきます。これはもうマップのコント取られてしまってるんでどうしようもないですね。でもこのルートでガンクが来るとなると、もうドラゴンへの
道なんて作れないですよ EDG は。もうミッドレーンからドラゴンのルートのところを本当に旗を一本一本刺しながら進んでいくしかないと思いますけど。そんなに旗は持ってきてない、うん、3本ぐらい持ってたらいいんですけどね、ジャーバンが。ジャーバンが持つものなんですか。もう刺してますし。あ、まあまあまあ確かに。なんとか今ボットのアクションのカウンターでミッドからドラゴンまでのルートワーディングできましたけど、でも簡単にこれ取り替えせちゃいますよね。さらには1分ほど時間がありますからドラゴンまで、うん、それを考えると RNG としてはしっかり取り返すのは、まあ、かなり丁寧に行いやすいですよね。あ、一旦ミンも帰ってワード補充です。視界勝負、まあこれ JJ からしたらもうこれ以上取られたくないということで、ちょっと前目のポジション取りつつバイパーをカバーしていますが、そこにはワードが置いてあります。 RNG、 いや、フランドルの真面目で届きませんね。スタックが足りない。これだとダメージちょっと期待できないですよね。そうですね。この奥のワードにも気づけるか JJ。 ああ、気づけない。もう一つ置かれた、消すことはできましたが、 RNG ドラゴン渡してイレリアがトップのインヒビタータワー、ああ、取りましたね。ローカルゴールドがシャフにかなり入りました。そしてここでリフトヘラルド、緊張走者を打ってのポーク、テレポートを使ってシャウフ合流。さあエンゲージになるか、スカウトはポジション隠れていますが、そこもワードがあった。さあ一旦距離を取る、ショックブラストでミンの打で攻撃削ったが、ミンはお構いなしでしょう。ここでプレッシャー、ここで決める。オーシャンソウルを取りに行くのは EDG、 いや RNG も同じ。さあどうするか、まずはスカトルを取ったのは RNG。 おお、ナイス決戦場スリーマン、そこに合わせて入っていきますが、シャウフのセンジナイバーはしっかり止めている。バーブルでシャウフを止めていました。それなりに1キル獲得したのはスカウト、ただドラゴンを抑えたのは RNG だ。ジェイジェの二丁走者ウェイバーフラッシュアウトしつつ、ここも11トレード。さあ 4V3 の状況、ウェイが一旦フロントは張りますが、しっかりバイパースキルを避けつつダメージを出していました。これで 4V2、 フラッシュインからスキルを当ててのストップウォッチ、ガラはただ倒れません。ショックブラスト、うわー、打ち抜いた。バロンに行くしかないか、いや、これはいけないか。4キル獲得 EDG、 オーシャンソウルは取られている。クラインが一人でバロンを阻止しようと動いています。テレポートを使って EDG、 ここでバロンが欲しいが、一発が重い。オーシャンソウルがある。あー、ここは EDG バロンはできません。いや、ここ EDG 本当に素晴らしい動きでしたね。ジャーバーがもう完全におとりになる形で、シンジャオのアルティメットによってルシアンダメージがカットされないように自身を、まあ、フロントラインとしてアルティメットを強引に構築して、そのカウンターで入りに来たイリリアをしっかりとスカウトが見ていると、これ素晴らしかったですね。これで本当にバイパーそしてフランドールが集団戦戦いやすくなってましたね。ただやはりそうジャングラーが真っ先に落とされたことによって、ウェイとしては、まあ、その前と勝負は楽に勝てたと。あ、まだ残ってはいたんですが、まあでもこれはどうしようもないですね。このバイパー前にスライドして、ウェイの反転を誘ってフラッシュアウト、もう動き見事だったんですが、エースが取れなかったというのが本当に大きかったですね。そうですね。ただこれはいや本当にそのジェイスの涙が溜まる前にドラゴンのコントロールを取り切った RNG の戦略勝ちというのは見えてますけど、フランドールの最後のダメージは凄まじかったですね。なんなら溜まってればみたいなところももっとありましたね。ありましたね。いや、ただ相当一気に育ちましたよ。そうですね、業務入りましたね。ただオーシャンソウルなんですよ問題は。レボルさん、ポークに強いんですよ一応。その AOE ダメージが豊富なスカウトが忘却のオーブ買ってますけど、うん、クリセプも買ってますから、はい、相当なそのユーティリティ性能というのは高いですね。お、ポータルはこれはおとりか、いや、いった。シャウフが一旦前に出て先陣の刃から狙うはバイパー、ナイスフック。先ほどフラッシュ使いましたからね、これでドラゴンに触ってノーチアスのアルティメットで反転ですね。ちょっと対応困ってたようにも見えました EDG。 さあバロンに触る RNG、 それに対して投稿していきたい。ミンは即座に反転を判断しましたが、いや、これちょっとまずいな。ここを避けている JJ が裏から、その裏からの来る JJ は見えています。
どうするか。ミン爆雷発射、フランドールへの反転、フックはどうだ、間に合った、決まった。これでミンはデッドしますが、しっかりフランドール打ち倒すことには成功。ジェイジェイ、あとはスティールを狙いたい。ガラがストップさせている。ウェイもまだバロン殴っていません。ここでゆっくりとバロン獲得、 RNG です。今のところはよくミンエンゲージしましたね。一瞬危なかったですよね、 RNG。 危なかったですね。しっかりと分断しながら、分かれながらマルタハルのサイレンスも入ったので逃げ切れるかなと思ったんですが、ギリギリ届きましたね。あのサイレンスがあと 0.5 秒長ければみたいな。これマーキュリー買ったのが聞き入ってましたね。もしマーキュリー買ってなければ繋がなかったので。確かに。さあリプレイです。面白いエンゲージでした。見事でしたね。いやちょっとこれはまあちょっと前出れないですね。シャオフが逃げ道封鎖してるのが良かったですね。これ、まあ、身長のダブルが外れた時点でまずいかなと思ったんですが、そのタイミングでミンが前に出たというのが本当に良かったですね。ここはしっかりと RNG バロンコントロールしきりました。さああとはこのバロンでパワーを何本取りに行くか。まあインナータワー2本は取っておきたいでしょうね。そうですね。特にまあミッドボット取ってできればインヒビタータワーまで狙っていきたいところではあると思いますが、すでに5000ゴールド6000ゴールドの有利を削っています。 RNG トップレーンはフランドールが押し切ってのリコール、ボットのインナータワーを渡して EDG は守りに入ります。さあ RNG どこまで攻めるか。 CG ミニオンが2体いますから、ええ、ここを狙っていきたいですね。キャノンミニオンをブロックしながら、ただガラはタワーを殴れるというところまではできていない。フランドールのショックブラスター、ウェイがボディブロックします。モーションソウルがあるからこそできる動きです。一発相当痛かったですけどね。じゃあ次のウェーブが来る。ミッドクラインが押しています。まだキャノンミニオン、またウェイがボディブロックだ。いやただこれさすがに体力が半分まで。さあどうする。いや半分使った価値はありましたよ。ありましたね。インヒビタータワー破壊成功。インヒビタも狙ってるぞ。ウェイには三日月走者がありますが、二丁走者ここも温存する。ウェイこれでは前に出られない。 EDG あと一発、これでインヒビタあと一発必要だった。あーっとちょっとミニオンが邪魔だ。その間になんとミッドレーンではクラインがインヒビタータワーを破壊していました。さらにはボットのインヒビターも破壊成功。 RNG 最高の結果を得られたんじゃないでしょうか。完璧じゃないですかね。ただ EDG としてはそれ以上にエルダーまでのルートを獲得したいと。なるほど。もうあと2秒1秒、アップ触るしかないか。急いでやってきてるぞ RNG は。いやただしっかりとシャフが残ってますね。ああこれでプレッシャーになってエルダー触れないですね。スカトルは欲しい。スカトルは取りました。テレポートを使って RNG、 いやもうエンゲージだ。ウェイのエンゲージから合わせてのミン爆雷発射、スカウトを捕まえました。さらには爆雷スリーマン、いやフォーマンノックアップになっていました。フラッシュインからクライン AOE バースト、またフックで掴んでダブルキルはウェイ、4キル獲得は RNG。 フランドールは逃げるしかありませんが、もうゲームエンドを見据えているでしょう。 RNG はこのまま、いやただ綺麗な形でしたね RNG。 ちょっと陣形がでも EDG は確かにばらけたんですよね、迷ってましたね。その隙をウェイが一瞬で見逃さないと。さすがにフランドール 1V5 では守れません。さあまずはこの重要な BO5 のゲーム1、勝利したのは RNG となりました。マルザハールが機能した部分もありつつ、トータルではあまりこうクラインに対してプレッシャーもかけられなかったというのはちょっと気になるところで、ここの3つのドラフトの変化というのは、まあ、次の試合気になるポイントではあるものの、その J2 がマナムネ完成する前にドラゴンソウルの勝負まで持っていくような戦略を RNG が狙って、しかもしっかりと遂行できたというのは非常に素晴らしいポイントになっていると思いますね。1点だけ聞いていいですか、レドルさん。このワールズでレボルさんは心情はあまり使わない方がいいというのを結構頻繁に言ってると思うんですよ、ミッドのプレッシャーの兼ね合いから。ただこの試合はうまくいきましたよね。
かなりハマってましたね。その要因はどこにあったんですか。そのルシアンのアルティメットというところに対してしっかりと刺さったというのがまず1点、はい、ありましたね。中盤あそこが本当に大きかったのと、あとはまあやっぱりこうそのファイトが頻発しましたよね、はいはいはい、そこのところで、ウェイを起点としたファイト、信者を起点としたファイト、味方と合わせて動けたというのは本当に大きかったと思いますね。確かにミッドバンクではなくてミッド周辺の少数戦となんですよね。リバーのところでのファイトなんですよね、はい、でしたね。確かにそこが機能したというのが本当に大きかったと思いますね。その LPL チームと LCK チームの違いとしては、その LCK のチームはミッドの主導権取ってそこから他のレーンへと移動してプレタワーに対してプレッシャーをかけるというところなんですが、 LPL のチームはこのリバー周りでの少数戦というのが非常に多いと、はい、そういったところで信者が非常に機能してましたね。この前にねウェイがアルティメットで、すごいプレーをした後のというのもありましたし、確かにリプレイ見てるとなおさらリバー周辺での少数戦集団戦というのがかなり多かったですよね、まあ連のところだと開けているので信者のポジションが分かっていれば避けやすいというのはあると思うんですが、リバー周りジャングル周りの場合だと、まあ、物資で隠れていたりだとかそういったところもあって信者が、まあ、エンゲージしやすいというのはあるのかなと思いますね。まあ、でも一番びっくりしたのはミッドトップの仕掛けようとしていた EDG に対してウェイが仕掛けていったあのシーンがね、あれかなり衝撃的でしたね。すごかったですよね。刺さってましたね。さあそしてこれで続きましてゲーム2となりますけれども、インターバルの後に見ていきたいと思います。それではインターバルです。一旦失礼いたします。